スールは、オマーン北東部にあるシャルキーヤ地方の中心都市であり、オマーン湾に面する港湾都市である。オマーンの首都であるマスカットからは南東に1 5 0トルの地点にある。スールは、歴史的に船乗りの間で重要な目的地として知られていた。現代でも、海はスールにおいて重要な存在であり続けている。 2010年時点における人口は46,900人。6世紀までに、スールは東アフリカとの交易の中心都市として設立された。16世紀、スールはポルトガルの支配下に入ったものの、オマーンのイマーブナースイル・ビンムルシドにより解放された。あとは、インドや東アフリカとの交易の中心地として、経済復興を遂げた。その後イギリスが、 奴隷貿易を禁止する19世紀半ばまで、この体制は続いた。スールは、スエズ運河会通式により影響力が低下、インドとの交易も減少した。スールで、最も規模の大きな大学に、スール応用科学大学がある。この大学の学生数は4000人以上であり、ビジネス、コミュニケーション、情報技術、デザインの学位を取得することが可能である。 スール応用科学大学はオマーン国内で有数のレベルの高い高等教育機関と考えられている。スールには他にスール大学などがある。スールは木製の小船の造船都市としてペルシア湾でも有数の有名な都市である。歴史の要請によりスールはオマーン湾とインド洋湾岸の都市との交易を行う港湾都市として発展することとなった。 サンブークやガンジャなど多くの穂舟がスールで建造されてきた。これらの穂舟はかつて中国、インド、ザンジバル、イラクなどを含む多くの国へと航海を行っていた。これらの穂舟は真珠採取にも用いられていた。現代ではスールは過去2世紀公益に使用されていたダウ船の主要造船都市としてその名を留めている。スールは砂漠気候に属し、 一年を通して、降水量は少なく気温の高い厳しい気候である。スールは、港湾都市であるため、夜間の気温が急激に下るということはない。雨季のような期間は存在しないが、3月は比較的湿度が高く、9月は湿度が年間を通じて最も低くなる傾向がある。時に、スールは、サイクロンの被害を受けることがある。2007年6月。 サイクロンゴルがスールを襲った。また、2010年にはサイクロンフェトによる被害を受けている。ありがとうございます。